ヨシッコそっくり。ちょっと待って、あれなんだろう、この状況すごくすごく危機感を感じているよ。お父さん、どなたですか？あ、まずいよ、これ絶対まずいよ。何がまずいんだよ、ヨシッコはまたダーマ神社連れてけば元の勇者に戻んだろ。違うんだよ、違うんだよ、二つの会社のやつがぽいのが混じりに混じってる。何なんだよその二つの会社がどれこれって。お父さん、ここに鬼がいるんですか？ね、あなたお父さんって呼ばないでくれ。あなたがお父さんって呼ばなければあの、うん、ギリ逃げられるから。うん、あの、うん、皆さん聞いてください、私はこのまま犬でもいいかなと思い始めたんです。なんだと？この状況で何を言い出したのかな。犬として自由に暮らす最高なんです。どこでうんこをしてもいいんですよいつでもどこでもうんこができるんです。うんこ関連の理由だけであるならば魔王を一緒に倒してほしいなと思います。何がおかしいんだ君は。何、面白くないよ、うんこは。しかしこのうんこし放題の生活は捨てがたい。それに比べれば魔王などどうでもいい。いい、それだけの理由だったら本当にいいから魔王を倒しましょうね。それとりあえずその前に、うん、鬼倒しましょう。じゃあみんなで行きましょう。はい、こちらです、どうぞ。うん、いいメンツ、どうぞ。いやー揃った揃った、助け人も玉。我々はこの先どうすれば。しかし玉は手に入れたが、その玉人は分からずじまいだったな。少しご足労になるかもしれませんが、一度召喚してみましょうか。そうだな、それが早いな。えめ、それでは助っ人召喚。おいおい、偽物ではないか、そんなバカな。おい出てこい仏。あれだけ取材陣に追われていては出てこれんだろうな。兄様、犬のままでいてくださればカボイに連れて帰れたものを。裏かぶり大丈夫？